はご立派、社会貢献が。はい、こんばんは。火曜日の8時半になりました。新潟フォンデリングの時間です。先週ですね、関谷彩さんね、なんか踊りをね、総踊りに参加しているというすごくこうねアクティブな、女性のね、学生さんにお越しいただきまして、その関谷彩さんから今週ご紹介いただきましたのは、この方でございます。それじゃあカメラに向かって自己紹介の方よろしくお願いいたします。教育学部学校教員養成課程の国語教育専修3年の斉藤雄介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、新潟大学の、ね、教育学部ということで、将来教員、そうですね、あの小学校の先生にやりたいと思います。今日はですね、その斉藤さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、今日もまた写真をお持ちいただいておりますので、それを見ながらね、話を進めてまいりたいと思います。まず最初のお写真がこちらに撮ってましたが、これはどこですか？これは猪苗代スキー場なんですけれども、福島県のスキー場で、はいはいはい、私スキーが趣味なので友達とよく行ってます。猪苗代スキー場、あの真ん中になんだかいつまでも木が一本だけこう残ってる、ね、あのゲレンデの真ん中にね、そうですそうです、遠くから見てもすぐ分かる木がそうですね、ボンとね鎮座増しましておりますが、あそこどうですか、コースとして面白い？そうですね、雪質も良くて、うん、あのまあ、コースはそんなに長くないんですけど、うん、出身が福島県の会津若松市なので、あのホームゲレンデとしてお世話になってます。ここもさ、猪苗代からの風が吹き上げてすっごく寒いですよね。そうなんです、寒いよね、はい、でも景色は抜群ですよね。あの晴れてる時は猪苗代湖が見えます、ね、そうですよね、猪苗代湖に向かって滑り降りていく感じですもんね、はい、そうですね。へえ、そっか、会津若松の出身、はい、スキーが趣味、はい、どれぐらいの腕前？そんなに、まあ、あの言えるほどではないんですけれども、いやいや、さっきなんか聞いたらなんかバチテストを受けたという、ああ、まあ2級ほどは、はい、なんとかかろうじていただくことができました。わあ、ということはもうパラレル、それからね、シュテム、そうですね、ねえ、ウェデル、ウェデル、あ、小回りですね、今は、うん、あ、今小回りって言うんだ、小回りって言います、パラレル小回り、時代が分かっちゃうな俺パラレル小回りね、ウェデルと言わないわけね。そうですね、しまったしまった。猪苗代スキー場の他にはどっか行かれたりするんですか、他のスキー場で？大学時代はアルツバンダイ、うん、あとは新潟県ですと、うん、ニノックスや、あと上越国際スキー場の方にも、うん、友達と行ったことがあります。いろんなスキー場もあってね、はい、今のところお気に入りのゲレンデってどこ？お気に入りのゲレンデは、うん、やっぱりあの福島の猪苗代のミネロスキー、あ、猪苗代スキー場のミネロゲレンデが、あ、やっぱりホームゲレンデというか、ホームゲレンデということで、お世話になってるので。猪苗代ね、新潟の人はね、あんまり猪苗代スキー場の方には行かないかな、うん、あのアルツバンダイとかさ、やっぱりそっちの方が多いかもしれないですね。大きいですね。うん、ね、さあもう一枚写真を、これは今度どこですか？これは、うん、今年初滑りだったんですけど、はいはいはい、ニノックスで撮った写真ですね。いい天気で良かったですね。本当にあの、うん、絶好のスキー日和で吹雪もなく楽しく滑って堪能してきた。はい、ニノックスね、はい、帰り温泉から帰ってきました。いや、あのすぐ行ってすぐ帰ってきたんですけども、短かったんですが、うん、あの人もほどほどで、ほどでしかも雪質も良くて本当に楽しかったです。うんうんうん、なるほどね、こういうね、冬の晴天時ってね、冷えてるから雪はいいですよね、うん、雪質はね、いいな、かっこいいな。でもやっぱりスキーずっとやって、スノーボードとかに浮気はしてない？今年初めて、先週スキー、あのスノーボードを初めてやったんですけども、うん、いや、もうでんぐり返り、でんぐり返りでもう吹っ飛ばされて本当に疲れましたそうだね、はい、スキーヤーはさ、やっぱりスノーボードってちょっとなんかねまあ、こんなこと言うとスノーボーダーに怒られるけど、ゲレンデのどこでも座るしさみたいなねでもあの座る意味が分かりました立てませんでしたはい、本当に大変な一日でした。あ、なるほどね、はい、そうやってスキーを楽しんでますが、これからもまたスキーをずっと続けますか？
おじさんになってもスキーを続けていきたいなと。年取ってもできるからね。そうですね、重力さえあればね。確かに地球があるから。そうそう、やれるスポーツですからね、はい、ぜひやっぱりもう一回スキーをこうスキーヤーが増えてほしいっていうかね、うん、若い子にスキーをやってほしいよね、うん、うん、さあ、教育学部ということで、はい、まあ、あの将来はね小学校の先生を目指しているということなんですけども、その辺の話も含めてねちょっと大学生活のことをこれからちょっと聞いていきたいと思うんですが、さあ、次の写真がドンとこれでございますが、おこれは何、教育学部とあまり関係ないんですか。そうですね、うん、これは去年あの大学のプログラムでシンガポールに行ってきたものなんですが、はいはい、2週間のプログラムで、うん、あの初海外、初飛行機で私にとっては刺激的な2週間でした。最初飛行機ね飛び立つ時のあのなんかワクワクとね、はい、あ離れる離れる浮いたみたいな感じあるじゃないですか。結構揺れて、あ、うん、こんなに揺れるんだと思う。あ、そうひどい時はすごいからね、何百メートルも落ちますからね、一気にガーンとかね。あ、でも楽しそうな写真ですけども、はい、あの後ろにいるのは酔っ払ったおじさんのゲロみたいな、あ違うゲロあ、マーライオンですね。マーライオンですね。そっか、観光も含めて、はい、大学、うん、あのシンガポールの大学で英語の研修を受けて、はいはいはい、で午前中に受けて午後に、うん、あの観光や企業訪問をして街中を歩き回ってきたんですが、うん、どうでした、あの初シンガポールは。本当にやっぱ多文化の社会なので、うん、いろんな国家の方々がいて、うん、あと一番感動したのがやっぱり英語っていう言語でつながったことがすごく感動しました、うん、拙い英語だったんですが、いやいやいや、本当に、あ、自分の思いが伝えられて相手の言ってることが分かって、もう全然生まれた環境も何も違うのに、うん、あ、つながったっていう瞬間が初めて、コミュニケーションツールとしての英語を実感した瞬間ですね。そうですね、あの教科じゃなくて、うん、言語って使うもんだなっていうふうに、その通り、その通り、思いました。本当にそうですね、はい、ね、言語って使うもんなんですよね。そう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 、だからね、いくら小学校から教えても使わなきゃ意味がないというね。ね、今度小学校からシンガポール出そう。クラスごとっていう、ね、でシンガポールの子たちを迎えてね、うん、交換交流、交換交流、ね、クラス交換みたいな感じ。面白そうですね。ね、面白そうじゃん。ね、で痛い子はそのままいてもいいとか。あのここにあるのはあれですよね、有名なあのプール。そうです。ね、あのマリーナベイサンズっていうもので、うん、その下があのホテルになってて、うん、で一番上が屋外プール。プール、あの上からこうさ、そうです、落ちるかな、落ちるじゃないかっていう、よくテレビでやってましたけどね。入った入った。いや、さすがに高すぎて、あのお金、あ、こっちの方が高いよね。あのこっちが高いじゃなくてね。そうじゃなくて、お金がそんなあの入れませんでしたけど。ちなみにおいくらほどするんですか。30万だったか、記憶にちょっとないですけども、かなりもう旅行で払えるような、私たちが払えるような金額ではなかったと記憶してます。泊まるのに30万、泊まるのはもっと高いと思います。え、じゃあプールに入るのににも確かお金が相当で、とてもじゃないですけど入れなかったと記憶してます。はい、本当に。いやいや、じゃああんなところでなんかあれだね、こう入ってる人たちっていうのはこうちょっとリッチなリッチというか別世界の人ですね。本当ですね。そっか、わざわざあんなところで乗らなくてもさいいなと思いながら僕はいつも言ってるんですけど、でもなんかそれ聞くとステータスだね。本当にそうですね。すごいですね。シンガポールでその英語学習をして、これはどん何でございましょうか。留学生の人に話しかけて、うん、はいはいはい、友達になって、1日観光の時間があったんですけども、その時にあの街中を案内してもらいました。留学生の方はこの4人。あ、ごめんなさい、留学生じゃないです。うん、現地の大学生。現地の大学生ね。はい、留学生は斉藤さんが留学生ね。そうです、留学の、うん。で現地の大学生の人と、はい、どの方がっていうか、斉藤さんの隣にいる方が。そうですね。あの、うん、両脇2人の女性の方が、あの現地のシンガポールの大学生の方で、あの大学のお昼休みの時にこう食堂で話しかけて、うん、私の友達が話しかけて、はいはい、それでアポを取って観光の日に一緒に一緒に行こうと、いろんな買い物をしたり、ここはこうだっていうふうに
案内をしてもらいまして。なるほど、この写真見る限り2対2ですよね。そうですね。これは明らかに親指を立てて最後に撮ってみると、まあ下心というかそんなこと言っちゃ怒られるからでもどうでした、こういろいろ案内してもらって楽しい。そうですね、やっぱり日本人の私たちだけで動くよりも、うん、やっぱり現地の学生の人に、うん、案内してもらうのは、見ただけで分かんないとか、あとこういう事情があるんだとかっていう裏事情とかも聞けて、あ、なるほどって。僕パンフレットにやっぱ載ってないものも出てたので、うんうん、すごくいい体験でした。なるほどね、ガム捨てちゃダメだとか。そうです ね即罰金だぜとかね。そうです、そうです。あとドリアン持ってに電車に乗っちゃいけないよとかそうですねそんななんかシンガポールではなんか、ね、法律があるらしいという話を聞いたことがありますが、す、ね、じゃあまあその2週間という旅行がすごく有意義だったし楽しい旅行だったということですね。うん、そうですね、やっぱり行ってみないとわからない、自分の目と鼻と口とで体験したのは、うん、あ、なるほどって、オリジナルに触れる体験はもう刺激的です。そうですね、ということで、はい、シンガポールでその言語がコミュニケーションツールだということね、それに感動して帰ってこられましたが、大変だよ、小学校も英語入ってきてさ、本当にどうしましょうって感じなんですいや迷ったらシンガポールに行く助けてくれと。いやいや、もうそこで再度その英語とは何かっていうのを再確認してくるっていうのね、まあ、そんなのもですねぜひ指針として進んでいただければと思いますが、さあそれでは次の写真を見ていただきたいと思いますが、と出てきましたのが平成24年度アンギャ。アンギャってどっかで聞いたことあるな。はい、私たちは通称アンギャと呼んでるんですけれども、ひょっとして児童文化研究部、わー、はい、出ましたね。前にそのなんだ部長の女の方にも出ていただいたことがあるんですが、はい、これはどこですか、学校は。足ヶ崎小学校というところなんですが、足ヶ崎小学校、はい、どこにあるのかな。津南町ですね。津南町の小学校で、うん、はい、小規模校なんですけれども、うん、その児童文化研究部で県内のいろいろな小さな学校や児童館を、うん、巡回して劇を見せたり、はい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 、イベントを立てたりして、うん、子どもたちと一緒に活動している部活動ですね。そうです、このお話もいろいろ聞きました。そのアンギャがねいかに過酷なものかとかね、いろいろ話を聞きましたが、この時には何をやったんですか、やっぱり寸劇。そうですね、あ、うん、寸劇ではないんですけど劇を2つと、うん、あとは理科の実験ショーとか、あとそうですね、まあ、もちろん鬼ごっこや校内ウォークラリーとかを1日がけ、うん、1日通して行って、で夜には夜公演で、うん、真っ暗にして、うん、児童劇を見せるって保護者の方もお呼びしてっていう活動をしました。いいね、すっごいですね、まあ、2年前かな、24年だから ね、いや子どもたち喜ぶでしょう。元気が良すぎてびっくりします、うん、本当に。いやいやいや、でもさ、こういう活動でやっぱり地域と直接結びつくっていうのね、はい、すごく僕はねこの話を聞いた時に、あ、いいな、すごいなと思って、うん、時にもね感動したんですが、うん、どうですかこの児童文化研究部、同研でしたよね。そうです、呼び方としてはね、通称同研なんですが、うん、やっぱり感動するのがやっぱ50年の歴史があるので、うん、いろんなところに行っても OB、OG の方から優しく声をかけていただいて、うん、でここでもやっぱり小学校の先生やってる方が、はい、うん、私も実は昔はっていうお話を聞けたり、校長先生、教頭先生でも、うん、大昔に立ち上げたんだぞみたいな話とかを聞く機会もありまして、やっぱ人とのつながりを、あ、すごいなっていうふうに実感できる場所ですね、うんうん、まあ、それだけその同県出身の方が教育関係の仕事についている、うん、まあ、逆に言うと大学の頃からそういうものにもう極めてね、なんて言うんだろうな、意欲的に取り組んでる学生さんが同県には多いということですよね。そうですね、うん、もう教育関係に対しての興味が非常に深い学生さんが多いということで、うん、綺麗なまとまりでいいのかなさあそれでは同県の写真をまた引き続き見ていきますが、これはやっぱりこうなるとさ、普通の大学生って感じですね
そうですね、うん、あの夜全部終わって片付けをして、うん、トラックにもう準もう片付あの荷物を搬入した後に、うん、こう何もないボワーンとした夜の体育館って私たち好きなんですけど、はい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 、達成感に溢れた顔で、なるほど、あと、うん、自然な笑顔で、これ好きな一枚なんですけど、そうですね、あと積まれるのは俺たちだけだぞそうですね、うん、これから夜の学校に泊まるんですが、え、この後に？そうです、あの泊まるところを学校で貸していただいて、嘘、教室とかじゃないの？教室で、あの夏の暑い教室に、うん、寝ます。寝る？いやー、なんかさ、夜中に起きて肝試しとかしてるでしょ、まあ、しないよね。するそんなことしてませんから、あの校長先生、教頭先生、大丈夫ですよ、条件安心して呼んで、どん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 こうね、子供たちにその劇を見せてあげていただきたいと思いますが、さあ、こちらも同県のですか、出発日 の、 あの元気にあふれている私たちですね。なるほどね、はい、これビフォーアフター見てみたかったね でも人数多いね。そうですね、これだけでもまだ 1,2,3、うん、年生までで、ここに4年生がいるので、うん、はいはいはい、あの全部で50人強くらいの人数はいるんですが、あ、はい、あの同県、間違ってたらごめんね、同県は4年生になるともうほとんど活動には参加しないっていう話でしたよね。そうです、そうです、3年生の夏で、うん、あの引退なので、うん、そこまでががっつりパワーを注ぐ時間ですね。で燃え尽きるわけね。そうですね、でもまあ暗夜前だから、はい、ね、みんな元気な顔してますな。本当に元気です行く前は本当にさ、うわーって言ってるけどね、はい、暗夜で最高長いのってどれくらい暗夜に出てるの？ちょうど2週間で15日間16日間、県内を飛び回ってます。15、6日間ずーっと行って、はい、寝食ともにして。そうですね、いや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 、すごいね。最後の感動がやっぱりこう市内、新潟市に近づいてくるにつれて、はい、うん、まず建物が高くなるそして高校生がいる、うん、おじいちゃんおばあちゃんではなく、うん、若い方が多いっていうふうにこう別世界から帰ってくる感じが、うん、知るするんですけど、これは行って帰ってこないとわからない体験ですなるほどね、うん、まあそのアンニャの組み方としても、はい、遠くから徐々にこうこっちに戻ってくるのと、そうです、そうです、うん、本当に新潟県のさまざまな姿を見て帰ってきますね。いやでもそれもまた大事だよね、うんうん、自分たちの住んでるところがいかに素晴らしいかというね、まあそれでもその地方に行って、はい、そのおじいちゃんおばあちゃんとかその子供たちのね、本当まあ小学校でも少人数だったりすると思うんですけど、うん、そういうところの温かさにもさ、逆に言うとこちらにない温かみみたいなものも、ね、うん、感じてこれるっていうね、地域と学校が一体になってる感じを自分の目で見れて、これは本当に感動しました。そうだね、やっぱ本来そうあるべきだよね、学校っていうのはその地域の中とどれだけ密着にね、こうつながれるかね、親御さんも含めね、それがやっぱり一番だと思いますが、そういうのを肌で感じているこの同県の学生さんたちでございます、ね、さあこれはボン、何でございましょうか、これは科学実験、ちょっと先ほどの実験 の、うん、あの様子なんですけど、はいはいはい、表面張力を使った水のこう移動させるかっていうので、うん、子どもたちの興味を引きながら、準備も大変なんですけど、うん、あのパワーを注いでここに頑張りましたね。いやいや、でもさ、 あそこでこうずっとね体育座りして見ている子どもたちのあの真剣な目を見ると、やっぱこれずっと思い出に残るっていうか、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんたちが自分たちのためにさ、うん、こんな頑張ってくれてるしっていうのがね、いやーこれいい、いい活動だね、同県素晴らしいありがとうございます、ね、でももう3年の夏を過ぎてるので引退してるね、斉藤さんね。引退してしまいました、うん、はい、あのすごく楽しい時間だったんですけれども、さあさ、これが最後の写真かな、同県の、はい、そうですね、こちらでございますが、これはこれは劇の一つで、はい、立体童話っていうものなんですが、立体童話、はい、うん、あの子供たちが体育館にこう円に体育座りをして、はい、その中で、劇をするっていう、こうステージの劇とはまた違って、でなるほど、近づいてくるんですね、あの一面だけを見せるんじゃなくて、そうです、360度で見せるという、面白いですね、はい、
なかなかこう後ろをこう姿勢を気にしたりとか、うんうん、私も一度やったことがあるんですけど、うん、やっぱこうステージの劇と違ってかなり見せ方も、はい、あの迫力もこう工夫しなきゃいけないので大変でした。これ難しいよね、はい、ね、あの要するに360度さどこにも隙がないということですもんね。そうなんですね大変だな。でもこういうのってやっぱりみんな部員で相談して工夫してこういうのを作り上げてる、はい、そうですね、あのチームグループに分かれて、うんうんうん、あの今年の夏はこのグループでとかっていう活動するんですが、はい、脚本家と監督がやっぱいまして、うんうんうん、脚本家にの作ったものにみんなで、うん、ああだこうだ言うわけですね言い合って、うん、で作り上げていくので、うん、当然ぶつかり合いもあるし、はい、なんだあいつはとかっていう感じになるんですが、やっぱそれを乗り越えて結構いい絆ができます、うん、で、はい、まあ、最後やり遂げた感をみんなで共有するわけだから。そうですね、部員の結束はすごいだろうね。本当に、ね、いろんな人がいますけども、うん、本当にいい出会いになってます。そうだね、真帆さんは今年卒業かな。も私と同学年なので。あ、そっか。そうです、北川さんも。今じゃあ、まあ、部の方は引退して、はい、今あれしてるかな、北川さんはね、はい、へえ、そっかそっか。北川さん遊びに来てよね見てる見てねえかな見て見てということで、土建今はね、はい、今度いや新しく新入生も勧誘しなきゃいけない。そうですね、まだ4月が来るので、ね、うん、はい、新しいメンバーが増えることが楽しみですね。そうするとオブザーバーとしてね、斉藤さんもまたそこにちょっと顔出してね、はい、そうですね、うん、大変だけど頑張るよとか言いましたね、はい、いろんなやついるけど頑張るよとか言っちゃうわけですななるほどなるほど。さあ、そんな斉藤、さんでございますが、これもあれかな。そうですね、一緒に子供たちとお昼を食べている。いいね、なんかこういう本当のその密着っていうかね、うん、やって帰ってくるだけじゃないところがいいですね、うん、ね、これがやっぱり同系の活動の素晴らしいところですね。ね、またまた可愛い子多いじゃないですか。なんかどうなんですかそれ、同系の中でのその部内恋愛とか。なるほ ど、最近活性化しているみたいですね。なんか急にあの同居あんまり飲み会ないって言ってたけど、急に飲み会増えたりとかすることはないか。大所帯での飲み会よりは、うん、こう個人のグループがちらほらこう話が入ってくる。ちょっとあの規律委員会かなんか作ろう。あ、そうですね、そうそう、同居規律委員会作ろう、うん、ね、アンギャに出るんだから親御さんにあの心配してました、うん、アンギャですか、はい、はい、修行ですか。ということで、はい、これはドッと出ましたけど、これはあれですね、なんか斉藤先生へと書いてあるということは、教育実習に行ってまいりました。お不動さんでございます、はい、教育実習どちらの学校に行かれたんですか。2つの学校にお世話で、うん、お世話だったんですけども、はい、明家小学校と葛塚東小学校で2週間ずつ、うん、あの教育実習をさせていただいたんですが、はい、何年生？3年生と5年生を2週間ずつ担当させていただいたんですが、はい、いや泣きましたねそれなりに泣いてあって、大変で泣いたんじゃなくて感動して泣いたということでいいんですね。感動で、はい感動と大変で、あれこれもちろんでこれが最後にその寄せ書きを、はい、寄せ書きと、うん、あと写真はあのクラスと、はい、あとは教育実習生で撮った写真なんですけれども。なるほど、いやでもどうでした、実際まあ率直にね、その初めてこう学生という立場で向こうに行くと先生と呼ばれるわけじゃないですか、はい、その違和感みたいなってなかった。やっぱりありますね、うん、大学では生徒側、学生側なのに行くとやっぱ求められるものは他の先生と一緒のことですから、やっぱ向上心持ってやっていかないといけないなっていうのが一番率直な感想です。ですよね、そうなんですよね、まあ、思い起こせば僕は教育実習やったのも30年近く前ですけどね、あの教育実習の研究授業の前の日明け方3時まで酒飲んでましたからね内緒ですけどってなことで、こういうのがあるとやっぱりもう教員としてね、これから やっていこうっていう、やっぱりその一種の石固めみたいな形になるんでしょうね多分ね。どうでした、これもらってさ。やっぱり思いこう写真を見て思い起こすんですけど、うん、あの子供たちといろんなことやって楽しかったこともそうですし、あの子たちのために頑張って授業作んなきゃとかって頑張った、うんうんうん、あの
眠い中やった体験もそうですし、やっぱりあと大変なこともあって、うん、あ本当にこういう現場なんだなっていう現実的なものを見れたっていうのも全部ひっくるめてやりがいは感じられました、うんね、実習ノートもあるし、うん、それから指導案も毎回ね作らなきゃダメだし、うん、ね、でもまあ内緒だけどさ、はい、現場出るとね、だいたいほら去年作った指導案そのまま持ってきたりとかね、あと自習ノートないしね。まあまあそうすごい感動的な、はい、まあそのね意欲を持ってこれからもバンバンと、ね、はい、やっていただきたいと思いますが、さあ、以上いろいろね、佐々さんからお話を伺ってきましたが、これからのあと1年の学生生活の中で、斉藤さんがやっておきたいこと、うん、ね、それからもう一つは、これからね本当に教育現場にまあ行くね、自分はこんな教員になりたいな、うん、ぜひこの2つをですねお聞かせいただければと思うんですが、じゃあまずはその残り1年の大学生活でね、やっておきたいこと、やっておきたいことはいっぱいあるんですけど、うん、やっぱり旅行をしたいんですけども、やっぱいろんな場所に行って、うん、やっぱいろんなことを知って、はい、あ自分の目で見ていきたいなっていう思いはあります、うん、なるほど、見聞を広めるための旅行、はい、ということですね、うん、でもちろんそれと同時にやっぱり自分 の, あのお世話になってる新潟県とか、あと福島県のこともまだまだ知らないことがあるので、うん、はい、やっぱ飛び回って自分の知ってることを増やしていきたいなっていうのはあります。ああそっかそっかね、そうするとまあ大変だと思うんですよ、旅費の方も。そうですね、うん、ね、今アルバイトとかは、塾の講師をしてます。なるほど、やっぱりねその今の培ったその塾での講師のあれは結構現場で行きそうかな。頑張って生かしたいですね。なるほどね、それじゃあもう一つの質問です。斉藤さんがね、これから目指す教師としての理想像、どんな教員になりたいか。痛みを分かる、分かち合えるっていうか、痛みを分かって子どもたちと接することができる教師になりたいなって思ってます、うん、私もそんなに得意なことばかりではないので、うん、できないとか、あとは抑えられないとか、自分がこうだとかっていう、うん、やっぱり生きづらさとか弱いところって結構多いので、うんうん、まあ、それを分かってそれもひっくるめて一緒にあの接していけるような教員になりたいなって思ってます、うんうん、そうだよね、やっぱり共感すること、ね、これはものすごく大事なこと、ね、でも迎合することと共感することの境目っていうのが、やっぱり教育の現場ってすごくこう難しいところがあると思うんですよね。でも今の斉藤さんのお話だと、その痛みを分かって、自分もそんなね、変な話だけど先生と呼ばれるけどそんな大した存在じゃないんだから、本当に、ね、君たちのことを、うん、あの理解した上で、ね、うん、何かできることがあったらっていうことだとは思うんですけど ね、いやすごいな、頑張ってね、教育の世界はいいよ、はい、うん、楽しみですね、大変なこともたくさんあると思いますけど、うん、あの、あれほど変化のある仕事っていうのは僕ないと思うんだよね。毎日が変化に富んでいて、常に新しいことにぶつかって、同じことっていうのは決してない職場ですからね。確かにそうです ね、うん、ね、去年と同じことをやればいいっていうことが全然通用しない職場っていうのはね、珍しいよね。そうですね。その代わりヘロヘロになりますよね。日々勉強の毎日、ね、日々そう勉強の毎日です、ということで、今日ね、新潟大学、教育学部で、国語選手っていうのかな、はい、ね、の斉藤さんにいろいろお話を伺いました、今日は30分でしたけど本当にありがとうございました。ありがとうございました。いろいろお話伺えて楽しい時間を過ごすことができました。それじゃあ真ん中のカメラに向かってさよならで終わりたいと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。青い色に